歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のブログを更新。この日、海老蔵さんは始球式までと記し、長女麗華ちゃんが京セラドーム大阪で特別始球式に登板することとなり、新大阪へ長男勸玄君と家族3人で向かう様子を公開した。続いて、夕方までは麗華の取材なので、私はそんなにいても意味ないなぁと、ついてすぐに思った、と綴り、新たに更新されたブログには、とりあえずランチ、と記し、ランチをする様子を公開した。この投稿にファンからは、麗華ちゃま、マウンドに出陣までスタミナつけてくださいね。今日も暑いのでたくさん召し上がって始球式頑張ってくださいませ。とたくさんのコメントが寄せられていた。食べよ食べよ。市川海老蔵。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。